暑いな。暑くないですか。こんばんは。そらさん1個目ありがとうございます。ギフトありがとうございます。お疲れんこんです。本日こんばんは。ワンコ元気。下にいます。下におられます。元気です。暑すぎる。窓開けた方がいいのか。窓を開けてみた。こんばんは。スーパームーン見てるの見える？見えてますか？福山の映像を見たけど、これはアディダスじゃない。扇風機いりますね。前髪ももう伸びてる。早すぎやん。早すぎじゃない？
2週間ぐらいでも終わる。という前髪がいいと思いますか？パッツン、普通の短い時のパッツンか、最近ちょっとやってみるこの斜めのやつ。生誕どういう眼鏡でいくかによるけど、切るか切らないか。こんばんは。お前はやばい生誕祭たちのここでお前やるで強ない、ね、でもね、なんかパッツンにしすぎてるとお前になってる時あるんです。週間前10月6とかはめっちゃいい感じの長さだったのに、すぐ伸びるもんやな。びっくりやな。あ、これ前髪切る前に長かったけん、このこの前髪したんで、これも結構さ、スタジオやから生誕かっこいい系には良きなんですけど、どうやろう。どうやろうか。珍しい名前ランキング、なんか見たそれ。2位。そうなの。まあ、カップケーキありがとうございます。初スタジオ公演見に行かせていただきます。お、姫たんさん推しですかよろしくお願いします。嬉しいです。こんばんは。私もそのスタジオ公演思い出そうと思って見たんですけど、本当に忘れていますねなんせ今年は一回もやってない公演なので。わわ、本番までに特訓します。さすがに1年やっていないと忘れています。汗うん、うん、でも今覚えてくれているからね、本当に感謝。
いいいいいなんか虫入ってね。ちっちゃい虫が入っている気がする。窓を開けたから。え、カメムシめっちゃいるくない？カメムシめっちゃいるくないですか？洗濯物についてる、ついてた？洗濯物を畳むときにトゥクトゥクトゥクって歩いてったの2回目撃しましたよ、最近。マジ出せる、マジ出せる。カメムシ騒動懐かしい。去年、え、去年ですよね。2ミリの隙間があったらいいと言って。カメムシはまだマジで頑張ったら捕まえれるよ。歩くのも遅いじゃないですか。そう、まあ自分しかもしいなかったらもし自分しかいない時に遭遇してしまったりとかしても、まあ頑張れば捕まえれますけど、ゴキブリは前で無理やねん。ゴキブリとは戦えないです。5匹使いました。やばい、最悪すぎやろ。カメムシ大量発生だ。もうちょっとですね、もうちょっとしたら虫も絶滅、一匹も出てこない冬になる。ガムテープ臭い犬ってこと？ギフトありがとうございます。えい、いるんだ友達なんだ。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。
ットボトル、ああペットボトルに入れるなるほど。バイク乗ってたらフルフェイスのヘルメットにカナブン、どういうこと、やってどっから、それやばくないどうするんですかそれ、すぐ近くに泊まれる系じゃなかったら最悪やん。我慢やばいね最悪や。こんなに前髪浮いてんのやばくない、キャップかぶったらこうなる、こうなるのに、前髪が浮いています。切る、切るか斜めにするか、生誕祭髪型、迷いますね。こんばんは、ハートありがとう、初訪問ありがとう、ルームフォローお願いします。12月待っててね、待てよ、見た目怖い俺でも来てください話し会は再販中です、あとオンライン、来月のオンライン、そして12月の大阪です。残すとこあと2回申し込めるの、お待ちしてます。ギフトありがとう、バリカンえ、おもろ、すごい、
お母さんつけとん。ナイスです、ナイスです。初訪問ありがとう。このカラコンお気に入り、これは池田に借りたやつなんですけど、そうアイサがでも使ってたグレーカラコンと全く同じの持ってて、度数も全く同じの持ってて借りました。これもなんかなかった、自分で家に持ってなかったので買いに行きます。グレーお気に入り。こんばんは。すごい、そうありがとうございます。こんばん、自由席派。え、だけどさ、自由席結構頑張らんといかんくない？なんか久しぶりに池田とユニバ行った時、行きは広島駅から出発のにしたんですよ。博多からじゃなくて広島から出発のやつにしたら、まあ自由席でも行けるかってなって自由席で行ったんですけど、そう結構それんかってやばない、大阪まで席なかったらやばないと思って40分ぐらい前から駅に行ってました。私だいぶガチですよ。朝何時？7時過ぎぐらいの新幹線でだったけど、もう6時半ぐらいにいたな、駅のホームに。でまあ、はい、余裕で一番前に並んでたんですけど、まあ新幹線来るぐらいの時間に行ったらめっちゃ並んでた、後ろも3号車分どこも並んでたから、まあ多かったですよ。無事に一番前 あの全部広くて全席に充電器がある席取れました。よかったです。うまうまう。ギフトありがとう。ね、ハラハラします、自由席が。
ギフトありがとう。ああ人多かったら一本遅らせるとかもできるんか。なるほどね。キティちゃんラッピング新幹線見ないですね。さっきこんばんは広島です。広島女子こんばんは。キティは朝登って昼過ぎに詳しい詳しいな。そうなの。惜しいな。それに乗ってユニバ行けたら結構モチベ高かったな。キティになったからユニバで。それ乗って行けたら結構モチベあったな。じゃーん。そう。かわいくね。マジでかすぎておもろいけど、これ買ってよかったです。写真が映えた。こうやって物を持って撮る時の手と、なんか写真が映えました。かわいい。
って言いましたよ、クロミとマイメロン。ユニバもなんかキティちゃんだけだったのに、サンリオ化していくんですかね。キティとマイメロンじゃないわ、クロミとマイメロンもういたし、チュロスも売ってるのに、キティマン、キティの肉まんとキティのチュロスもあったはずなのに、今売ってないんですよ。それに結構激慣れして、こんなにキティモチベで行くんやから、こうやってキティマンとこうやって写真撮りたかったし、どうせならキティのチュロス食べたかったのに、なかったんですよ。黒身のチュロスにしました。チュロスは仕方なく黒身のやつ。かわいい黒身チュロスでもこのさ、チュロスを買うのにもうめっちゃ並んでて、本当に大変ですな。だからアトラクション、アトラクションの待ち時間もそういうチュロスとか飲み物とか持って並べるようになってたんですよ。そこが救いでしたね。コロナ2年前行った時はコロナだったからさ、並んでる時に持ってくなみたいな持ち運び禁止ですって感じだったけど、そう、食べながら飲みながら並べるようになってました。キティマンとキティチュロスないです、なかったです。キティちゃんなんかアイスみたいなやつと、なんだったかな、なんかはあったけど、一番狙ってたやつなかったです。確かにアトラクション並んでる時に、確かにチュロス売りに来てよね。チュロスはチュロスで20分ぐらい並んで、それ持ってアトラクション列行くんですよ、またなんか食べ物もそう全部な、チュロスももう一種類あって、そうティラミス、ハロウィンのやつで、お化けのやつで、ティラミス味のやつもう食べたかったから1本ずつ買ってシェアしようって言って買ったのに、黒み1本しか買ってないのに、そのティラミスの方ハロウィン限定だから多分めっちゃ並んでて、もう諦めました。バタービールもやりたかったけど、めっちゃ並んでました、びっくり。こんばんは、
ええー。2話のチュロスうまかったけど甘かったです。味ミスったかも。黒みのやつはチョコレートチョコ味のチュロスに塩キャラメルの味付けだったんですけど、胃もたれるぐらい甘かったです。激甘。ティラミスのやつ食べれんかったきあれだけど、まあティラミス味も甘そうではある。だからマジで2人で1本にしてとても良かった。甘くて死んだ。こんばんは。トゥトゥトゥ。塩入ってる。え、そういうこと？そういうことなの？塩キャラメル。辛い系は、ないじゃん。辛いのは分からん、ない気がします。食べ歩きがっつりレストランに入って食べるんじゃなくてさ、食べ歩きでちょこちょこ買って並びながら食べよう作戦だったのに一瞬で諦めた。どこの食べ歩き売ってるやつを並びすぎて、だからちゃんとスヌーピーのレストランでスヌーピーのハンバーガーとポテトとドリンクのレストランでゆっくり食べて、そうちょこちょこ買うの、食べ物に並ぶのも諦めました。諦めたけどアトラクションも並んでる人多すぎて大変でしたね。夢の国よりアトラクション怖い絶叫系が好きな人はまあユニバじゃないですか。夢の国に激コアアトラクションなくない？ホーンテッドマンションぐらい。このコチュロス、あれうまい。チュロスラブ。梅田のなんだっけ名前、梅田の観覧車あるショッピングモールのとこにあるチュロス屋さんもうまいです。あそこうまかったです。倉敷米粉チュロス。これが大阪の梅田チュロス。
これうまかったです。なんてとこやったっけ、忘れました。騒がず静かになる。え、ジェットコースター静かになったら思んなくない？わーおとか言いますよ。一番怖いハリウッドザハリドリに乗れなかったですね。そう、任天堂ゾーンで写真撮りたくて、めっちゃ遠いん、あれ一番端っこにあるからで歩いて行ったのに、任天堂なんか整理券持ってる人じゃないと入れない入場制限かかってまして、めちゃくちゃ歩いたのに入れなかったんですよ任天堂。だからこんなに歩いたのに、すぐ横にあの何鳥のやつ、鳥フライングダイナソーか、鳥になれるやつあるから、そうハリドリかそっちで迷ってたけど、あの鳥の方を選びました。そしたらもうゾンビが出てきてて、ゾンビ見てお土産見るぐらいでもう時間がなくて、ハリドリは乗れなかったです。任天堂はめっちゃ人気ですね。ちょっと写真撮るだけでいいから入らせてほしかったのに。マリオカート別にやらなくていいからさ、写真撮るために入りたかったけど無理でした。ありがとう。ミニオンは会ってないですね。ありがとう。ユニバにそそられる。本当。まあお目当ては鬼滅ですね。鬼滅の今やつだから VR でやるやつ、鬼滅だから、それに2時間半ぐらい並びました。こんばんは。刀鍛冶の里編で、あのなんだっけ、金魚みたいな、無一郎くんと戦った金魚みたいな鬼が出てくるとこに変わってました。楽しかったです。でも池田が鬼滅を1話しか見たことない人だったんですよ。そうだから話知らんけど乗ってた、前のいつかの進撃の巨人だった時に空派と
マリナと多分行ったんですけど、私も進撃の巨人全く知らんのに乗ったんよ。キャラクターの名前とかも知らんのに乗ったけど、まあ楽しかったんですけどそうだけども、1話しか知らんのに鬼滅乗ってましたびっくりだよ。鬼滅は誰でももう分かると思うやん。鬼滅見たことない人もうおらん、この世におらんやろとか思うやん。いたんですよ。わお。え、推しの子？完結？もう完結するの？上手ね。上手と、え、あの恐竜のなんだっけ、名前、名前全然知らん。恐竜のピーンピーン荷物落ちてくるやつもや乗ってないし、アトラクションマジで並びすぎてた。時間がなかった、あっという間。巨人はそれを乗った後に見たエレンとか、一話も見たことないのに巨人並んで、そう、誰が飛んでるのかも分からんけど、わーってなっててそう、乗り終わって広島帰った時にちょっとずつ見た。あと、ありがとう。そういう記憶もう忘れたけど、スホーもありがとうございます。ルームフォローお願いします。熱い、とろ、ありがとうございます。推しの子をまた見るの忘れてたので見てみますアニメ見てみます。モンブラン、ありがとう。なるほどね。ではそろそろ終わりたいと
思います。ラジオ声に向けて特訓をしてまいりますので、皆さん生誕祭とこちら話し会の再販お待ちしてます。お待ちしておりますよ。では13位マサムネさん、12位バンジョロさん、11位キリツグさん、10位キズナックさん、9位ソちゃん、8位九州のノブさん、7位キモツンツン、6位ヒロタンタン、5位アリンコ、4位ワタルさん、3位コジー、2位ニョ、1位はドゥルル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 ルありがとうございます。明日も頑張ってください。金曜ファイティン。それではおやすみなさい。バーイ。